おまけのメガテン、おまてんってことで、今回から新たに追加された悪魔の裏庭というモードを遊んでみたいと思います。こちらなんですけれども、なんと、はい、自らの仲間たちと交流が持てるという新システムでございます。ね、俺は、まあそれもさておき、うんうん、この移動モーションのこだわりがちょっといいなと思ってます。下りになるとさ、うん、この、うん、このままので行くんじゃなくてさ、うん、傾斜とかによって走り方違ってさ、うんうん、下りの走りがねちょっと面白い。うどどどど。それはちゃんと重力考えてますから。うどどどどどちゃんと重力考えてます。この人関係あるの？ある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 。浮いててましたよね。それはしょうがないですよ。人体の構造してる以上はやっぱ、ね、人間だった頃のその体の使い方は残ってるんでしょうねっていう解釈です。それは。考察です。じゃあ翔平兵もこういうとこ走ったらうどどどどどどってなります。翔平兵は特に、うん、特になるか。特に、うん、そうか。じゃあ入ってみようか。はい、これだね。裏庭ですね、うん。皆さんお気づきですか。うちに仲間にメガテンのアイドルが追加されていることに。あ、会話しに行く？もちろん話しに行きましょう。どこにいるんだあいつ。どこにいるんでしょうね。あ、でも。はい、ゲストキャラとも会話可能です。うん。ゲストキャラには存在しないんですけれども、悪魔はね、好感度っていうのがあって、上げていくことで、逆にプレゼントがもらえたりとか、能力が上がったりとかするメリットがあるみたいですね。うん、サイズ感が分かるんですよ。ねえ。デカ女フェチ大喜びよ。うん、アマビエプリチー四角ボタンで貢ぎ物を捧げることができますね。エンジェル、じゃあ貢いどく。いいんすか、貢ぐ相手エンジェルで。マラじゃなくてってこと。好きな仲間に貢いでください。印象が少し高まった。まだ好き。どこにいるんでしょうね、他の仲間は。お、いたいた。お、義経おるやん。義経や。むちゃくちゃ強いっすよ、義経。義経はなんか昔からいた気がするな。発想飛びが優秀でね。話すけるけど。ベンチと話すことができるけど。何これ。ベンチと話してるのはあのリストラされたサラリーマン。あれ話してるわけじゃないです。ベンチと。ベンチに座ってるボツブツブツしとようと言ってるだけで。ベンチトークじゃない。うん、あ、青髪か。ね、そう、青髪とも今回交流が持てて、あの前作にはちょっとなかった部分で、青髪との交流でさらに掘り下げが行われること。うん。引き続きサポートする。うん、俺もなんか透明の悪魔座ってんのかなと思って。公園にいる人も青髪と話してんのか。自分だけが見える青髪とね。うん、あ、能力アップしたわ。うん、割り振れますね。まあ力全開なんだけど、シリーズによってね、いるんだけど、あのベンチに夢中だったけど隣にいらっしゃるんだけど、ご立派、ありがたや、ありがたや、見てください、あのそそり立つ何んマーラ様がいたよ。そう、あのそそり立つ見てください、ほら、あー、これは見事だ。この角度まずい、この角度まずい。消えた。危ない危ない危ない。危ない角度にと消えるんだけど。消されるんだけど。ちょっとね、やっぱり。うん。いかいか、危ない危ない危ない。こんにちは、うんうん。フリーカメラあるんだ。いかに強い精神でも、わしが突き上げてかき回せばイチコロなのじゃ。そういうキャラ。あ、そうだよ。王子様、なんだろう。え？なんとかなのじゃんって。あ、いや、あのシリーズによって結構違うんだよ、悪魔の性格って。今回に関してはこういうタイプのキャラ付けや、こうか。いやー、何度見ても神デザインだわこれ。うん、神デザインっていうかさ、神デザインですわ本当に。どうやって思いつくんだろうっていう神デザインですよね。おーい、危ない危ない危ない。え、マーラ様でしょ。ちょっとね、マーラ様って危ないってあるの。曲がってる方向が俺と同じなんですよね。既視感ある。うん、既視感ある。なんかいつも見てる光景、この角度。いつも見てるこれ。
大丈夫だろ、緑色だし。いやいや、そうそう、うん、色で多分ね、うん、配慮してんだと思うよ。そうそうそう、ほら鼻もついてるし舌もついてるよ。これさ怖っ、近くで見ると怖いな。怖いよね。この位置にベロついてるの最高のデザインじゃないですか。開きっぱだけど、うん、口。でも先っぽには穴開いてないんですよ。フリーカメラで見てもらえば分かると思う。いや、先っぽ穴開いてたらダメだ。 なんで脳が出ちゃう。あ、そっか、うん、脳汁が出ちゃいますからね、うん、でも貢ぎ物いいですか、マラさん。貢ぎ物捧げましょうよ。で、強くしましょうよ。せっかくいっぱい持ってんだから。悪魔の豪華箱、豪華箱でいこうか、うん。おっしょ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 、まだいける。あ、おお、呼び出された、呼び出された、もうラニアに呼び出された。アープセントだ。お、まあまあやる気見せて。ああ、これで能力上がってふわりふりができるんだ。ええー、素晴らしいですね。あ、もう2上がったね、うん、なるほどね。こうやってじゃあ強化がしっかりできていくんだね。もっともっとどんどんいきましょう。もう水着物をどっといきましょう。こいつをじゃあこの豪華箱とかがどのぐらいで取れるからね、うんうん、大きく高まって、お、もう、うん、もういく。あ、豪華箱だともう1でいくんだ、うん、心身改善してやる気が出てきた。おお、体力が結構伸びるな。これって制限ないのかな、好感度の。再現なくステータス伸ばせる、もしかして。あ、再現なく取れる限りはいけるん。あ、これはかどりますね、やり込みが。へえ、うん、じゃあもう本当にお気に入りのやつをすごく強くできるんだ、うん、できますね。箱の入手難度これぐらいなんですか、ね、ああ、よしつねはどんな反応をしてくれるかな。いけた、かっこいい。うん、これ今つけてる悪魔だけですか、裏庭にいんのって。うん、あ、変わる、シャッフルされる。じゃあランダムなんですか。一回出てみようか。うん、あ、確実にいる。残りはじゃあ今確実に出したい場合は入れ替えた方がいいのか。アリスとかモーショボとか入れましょう。お前のええ、見たいやつだけど、俺の趣味ですが何か陽子にも出てってもらおうか。出てってもらう、名古さん好きなの入れてください。増長点とかいいんじゃないですかあ、ピアレイだ。ピアレイはこれ小清水さんです。あ、奄美の小清水さんなんですね、これ。うん、ピアレイと奄美串長ひ、串がついてる。あ、でかい串です。ナイスデザインです。串つけちゃおうみたいな。串長姫ですか。うん、穴開いた、さっき言いましたね。デカモンだ。フィンファンネルか。お、デカラビア。うおー、回ってる、わっしゃる。増長って。このタイプ昔からいるよね。います、います。ブリトラ、かっこいい。竜神ブリトラ、邪竜ハヤタロウは長田さんの好きな犬ですよ。まあ、ケルベロスが好きなんだよ今いないですね、うん、手持ちに。誰か好きなの呼び出してもいいんじゃないですか。じゃあ今日の世界これで、うん、悪魔が集いし交流したい悪魔がいれば、悪魔全書から。おるわ、おるわ。うわ、フラロウスのデザインはかっこいいよね。あ、剣がついてんの、ね、剣が刺さってるよね。中村さん好きな犬ですよ。これ犬か、これ猫かじゃねえか、これ猫じゃない、猫かだろ、どう見てもヒョウとかの子じゃない、チーターか、うん、ニャンって書いてあった。ニャン、ニャンニャンブロー、ニャンニャンブロー使うね。ユニーク、あ、そう、ユニークスキルが今回あるんだよ。あの、パッシブで悪魔ごとに持ってるユニークスキル持ってるらしいよね、うん、こいつニャンニャンブローなんだ。アクティブに自身以外のニャンニャンブローを持つ仲間がいるとき、うん、自分の攻撃で与えるダメージ上昇だ。猫判定なんだ、ね、猫だから、猫を集めると、うん、そうです。こいつ猫判定なんだフラロース猫判定 か上の剣抜いた人に使えんの。いや、これはどうでしょうね。ああ、この剣抜いた描写俺見たことないですお、アホメット
やっぱりこのデザインなんだよな。もうリリーもおなじみの。おなじみですね。うわお。結構グロいっすね。これグロいね。バナナンガル。お尻はセクシーだ。自分のお尻をだって撫でさすってますよ。素晴らしい性癖ですよ。ほら。本当だね。うん。これすごいね。すごいすごいこれ。体内はキモすぎるけど。ご飯食べたらどうなんの？別々食うんじゃないですか。別々下は下でご飯食うのか。だから食いそうな感じだよね下。綾野姫。あ、謎大使。これはね、これちょっとね、これちょっとね、あの、コメントに困るんですよね。まあ、昔からあるデザインなんですけれども。うん、まあ、足のね、あの、ぐるぐる回るのとかはね、やっぱりあるもんだからね。そうなんですよ。ちょっと上だよね、問題ね。鉄の輪持ってそうですね。まあ、ちょっと空を越えて星の彼方に来そうな感じではあるんだけど。頭部が特に。頭部が特にね。ちょっと難しい話になってくる。うん、あ、可愛いね、これでも。ツルッツルやね。はい、ディース。何から何までツルッツルやね。やべ、めっちゃ時間経ってる。お、すげえ俺面白がってやってたら。面白いからしょうがないですね。これ顔2つあるもんね。フォロネウスもね、有名ですね。雨のうずめ、うん。さあ、結構いますけども、誰を呼び出しますか？インキュバスとか？いや、いいよ、こんな。そそり立つ。ハルパス。本当の鳥みたいな。これ割と原点に近い悪魔の感じだね。ニャミニャミ。ニャミニャミ。ニャミニャミ追加。また足。タケミナカタだ。戦えんのこれ。これほら、我々の配信でもおなじみの、かまいたちで出てきた神社の最新です。おぉ。地獄もね。うん。あ、下道だ、下道。スライムですね。スライムと交流深めるやついますかね。あ、ガキ。でもスライムリアルに見たら本当にあんな感じっぽいですよ。まあね。あんな、あれで洋服だけを溶かしてくるわけでしょ。服だけを溶かすスライムはちょっと特殊なコンテンツにしかいないやつですけど。本当。うん。ちょっとだけじゃあもう残り感あれだから。はい。ちょっとさっきの話だけ聞いてみようか。かわいいこいつ。あ、かわいい。もう消防連れ歩いたな。コロコロしちゃうって。そう、凶暴なんですよ。もう消防はね、結構シャレにならないタイプの怪異で。あ、気が乗らないって。やはりさすが一人高台に。かわいいね。タオちゃん、え？まだこの渋谷はクレープ売ってんの？ちょっと俺も今疑問でしたけど、まだいけるんじゃないですか。まだいけんの？多分。なるほどね。いやー、はい、しっかり遊ばしてもらいました。はい、ということで皆さんもね、メガテン5ベンジェンスぜひぜひチェックしてください。はい、お願いします。